ジョーゼフ・ピューリッツァージョーゼフ・ピューリッツァーは、新聞出版社及びジャーナリスト、元アメリカ合衆国連邦会議員、ジョセフ・ピューリッツァー表記になっていることもある。ピューリッツァー賞は彼にちなんで設立された。1847年4月10日、ハンガリーのチョングラード県マコーで、ユダヤ系の家庭に生まれる。初等教育を経て、中等教育在学中に、1864年に、 アメリカへ移住し、北軍の陸軍兵士として南北戦争に従軍した。その後ミズーリ州セントルイスに定住した。コロンビア大学修了。ここで彼は1868年にドイツ語の日刊新聞ウェストリッヒポストウェストリーシェイポストで働き始めた。彼は共和党に加わり、1869年にミズーリ州議会議員に選任された。 1872年に彼は3000ドルでポスト紙を購入した。その後、1878年には2700ドルでセントルイスディスパッチ紙を買い、2紙を統合しセントルイスの日刊新聞セントルイスポストディスパッチ紙とした。ジョーゼフ・ピューリツァーとザ・ニューヨーク・ワールド誌1883年にピューリツァーは、 ジェイグールドから34万6千ドルでニューヨークワールド氏を購入した。それは年間4万ドルの赤字を出していた。ピューリツァーはワールド氏の焦点を人間の興味の物語、スキャンダル及び戦場主義へ移した。1885年、彼はアメリカ合衆国連邦会議員に選任された。その購読者数は彼が同氏を購入した時点の1万5000から60万 に達し、アメリカで最大の新聞になった。1887年には、彼は有名なジャーナリスト、ネリー・ブライを雇用した。ライバルのニューヨーク産紙の編集者は、1890年に、彼を、新興信仰心を放棄した、ユダヤ人と呼んで、市場で攻撃した。彼は、新聞の財務管理を維持したが、ピューリツァーのユダヤ人の読者数を阻害すると意図した、動きは、 ピューリツァーの健康を急速に悪化させた。また、彼は、主筆の職を辞任した。1895年2月、移民街を描いたリチャードカイ・アウトコールとの漫画、方岩横丁の天才を行う。以後、新作が不定期掲載される。1895年には、ウィリアム・ランドルフ・ハーストが、ニューヨーク・ジャーナル詩を購入した。それは、ピューリツァーのワールド詩と同志との間の、 ジャーナリズム戦争に結びついた、米政戦争の前及び戦争の間のハーストとの、この競争は、ピューリツーの名前をイエロージャーナリズムと結びつけた。1896年には、ワールド氏がカラー化を始めた。これは、当時の革新技術だった。ワールド氏が1909年に、フランスパナマ運河会社に対するアメリカによるレドルの詐欺の報酬を暴露した後、ピューリーは、 セオドアルーツベルトと JP モルガンを誹謗したことで起訴された。法廷は報道の自由の勝利の中で起訴を差し戻した。1892年にピューリターはコロンビア大学の学長セスローに世界初のジャーナリズムの学校を設立する金銭を提供することを申し出た。大学は最初にその申し出を拒絶した。1902年、コロンビア大学の新学長、 ニコラス・マレー・バトラーは学校の設立及び省の計画に理解を示した。しかし、ピューリツァーのこの夢は彼の死後まで実現しなかった。ピューリツァーは彼の意思に基づき大学に200万ドルを残した。それは1912年のコロンビア大学ジャーナリズム大学院の設立に結びついた。しかし、ジャーナリズムの最初の学校はミズーリー大学に作られた。 1917年には最初のピューリツァー賞がピューリツァーの意思に基づき与えられた。また、コロンビア大学ジャーナリズム大学院は今なお世界で最も有名な学校の一つである。ウッドローン墓地にある墓、ジョーゼフ・ピューリツァーは1911年にサウスカロライナ州チャールストンの湾の彼のヨットで死去した。彼はニューヨーク州ブロンクスクのウッドローン墓地に埋葬されている。 ピューリッツァーの名を冠したピューリッツァー社がセントルイスポストディスパッチをはじめとする複数の新聞の発行会社として2005年まで存在していた2005年にピューリッツァー社は同業のリーエンタープライゼースに14億ドルで身売りされているまた1999年にはローカルテレビ局を運営する部門をかつての宿敵だったハースト社のグループ企業に売却している NHK スペシャルスクープドキュメンタリー沖縄と各隠蔽された各事故と各戦争の危機を炙り出すエジ・インフィニティ公式サイトありがとうございます。